1199年、地球は宇宙の謎の星ガミラスから攻撃を受け、有性爆弾の放射能汚染によって人類絶滅まであと1年と迫っていた。地球で最初の光の速度を超える宇宙戦艦ヤマトは、放射能除去装置を獲得するためにイスカンダルに向け往復29万6千光年の宇宙の旅に出発した。そのヤマトをガミラスの冥王星前線基地が待ち構えていた。ヤマトは冥王星の海へ沈没した。だが宇宙戦艦ヤマトはまだ死に絶えてはいない。